Water bottle. What's Water bottle. It's water bottle, Não water bottle. Parenthes. What? Parenthes. Check a point. Checkpoint. What's checkpoint? It's check a point. It's checkpoint. Check Checkpoint point. Delivery. Delivery. What's delivery? It's delivery. It's delivery. aerodynamics. it's aerodynamics. i'm, I'm right aerodynamics. descentance. ee descentance just like the descentance of that baboon. bush baboon. <laughs> <laughs> 面白いっすね <laughs> これあの <laughs> ちょっとネットで流れてきたんですけど親子で英語発音が違うんですよねおそらくアメリカに住んでる親子かなと思うんですけど父がカメルーン出身ですねで英語もカメルーンの発音になっててで子供はアメリカ育ちなんでアメリカ発音になってるということで2人でアクセントチャレンジ、まあ、発音チャレンジやってるということですよね,ですよねちょっと発音見ていきたいと思いますで最初もう使い古されたネタというかね「ウォーター」ですけどもやっぱりアメリカ発音だと「ウォー,ターボトル」 ワーターボトルっていうふうに最初のウォーターのウォーの音はかなりこの この喉側のスペースが空いて、こう、あーあーって音なんですよね。で、アメリカ人でも人によってこう、ワール e っていう、あーっぽい人もいれば、w a ー e ー,ーっていうふうに、大っぽい人もいるんですけど、共通点は、やっぱここの喉のスペースがすごい空いてるかどうかなんですよね。で、あとこのあーかおうかっていうのは、その唇のすぼまり感、えー、が、あの、赤かおうかってそうさせてるだけなので、その、ここの 開いてこうあーなんかあああっていう感じの音はあの共通なんですねだからすごくこの開いた音というか <Water. S 1> water, water ですね。で、この water ーーの t はいわゆるプラップ t とか叩き音って呼ばれたりしますけども母音に挟まれた t でアクセントがない場合はラリルレロみたいな音になるので ウォーターではなくて、ワーター、ララ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 、ワーター、ワーター、ワーターというふうな音になってますね。さらにその後にアメリカ英語なんで、アールの音があるんで、ワーター、ワーターていうような発音になっていと。なので、日本語だとォーターですけど、英語はワーター、ワーターですね。あと、バトル、バトルの最初のバの音は、ボボではなくて、アメリカ英語ではバー、アなんで、また唇がすぼまらないアの音。 バ,バーローイギリス英語だったらボボボツォボツォみたいな風におおっぽいんですけど、アメリカ英語はアーですね。バロで、ここの t も母音と l に挟まれてるんですけど、まあ、l も母音のような扱いということで t がフラップ t 叩き音っていう音になってバーローバーローっていうふうにラリルリルの,の音でワールー、バー bottle w ーー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 ーっていうふうな音になってます。それに対してカメルーン発音どうでしょう <laughs> まずこの真似の仕方も。 <laughs> すごい雑ですけどね。なんかもう喉うん、あ、わあ、わあ、わっていうような言い方になってますけどで。カメルーン発音が、わた <laughs> かよ。本当かよ。最初の、わー,ーはワタ、ワタ、た、わタってなってますね。日本語だったら、ウォオーで言いますけど、カメルーンでは、ワアで言うんですね。そこはアメリカ英語とすごい似てるんですけど、ルーの部分、ter の部分は、タ。 たって言ってますね。わた,わた,わたですね。わーるーじゃなくてわた周りとその日本語のターにすごい近いかなと思うんですけども。ここ面白いですね。バトゥ、このボトルの取るの部分がうーなどです。ごい唇がすぼまってこの人の唇見てもわかると思うんですけど、唇がすぼまってますよね。ボトゥーあ,あとボアバーではなくてボーで言ってるんね。ボトゥ。 ボトゥーこうずっと唇がすぼまってる感じボトゥ、うん、ただちょっとこの「トゥ」の言い方はなんかやりすぎてるというか大げさにあのやってるような感じしますけどねなんで「ワタボトゥ」になりますね water bottle now. <laughs> でこのね少年も真似してるのが面白いですねワタボトゥちゃんと「ウーっていうところ真似できてるのがねしっかり、えー、忠実に「ウーの音にやってますよねなのでアメリカ発音は「わたバとゥ」 わたばろうとカメルーンはわたぼとぅになりますね。はい、でその次が。バランテ,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 テいやなんか歌歌ってるみたい。トゥ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 ってちょっと歌歌ってるみたいなんですけど。これあの パランティシスズ,ズでカッコですね。で、カメルーン発音はこの th の音がないんですかね、カメルーンだと。まあ日本語にもないですけれども、日本語だとしすせそうで代用するじゃないですか。だけどカメルーンはまあここだけまあ、見ると th はタティトゥテどうで言ってるのかなっていうの。なのでパランテ、パランテになってますよね。パランティシ レンシーズですねここ面白いのが最初のカメルーンだったらこうパラン、うん、最初のパランの部分がラリルロみたいな R の音がラリルロでパランパランっていう風になってますねここすごい日本語っぽいというかパランパランパランになっててで対してアメリカ発音ではプーレンプレンっていう風に最初は手話の音なんですよね曖昧ボインと呼ばれるうううの音プープープーで R は舌先がどこにも触れない R の音なのでプレン ブンなんですけどカメルーンはパランパランアメリカはブレンブレンになってますよねやっぱちゃんと th の音アメリカ発音で言うのでブレンセの thth の音かり発音してますよねはい、でその次チェックポイントホンかよ本当かよチェックポイントチェックポイントもう一回チェックポイント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 だからチェックポイントがチェックカ かが入っちゃってんですよね。で、アメリカ発音聞いてみると、当然、チェックポイント。チェックポイントって、その、チェックポイントとか、チェッカポイントじゃなくて、チェックポイントですね。でも、このチェカってなるのって、割と日本語の感覚にも似ていて、日本語でも、チェックってうのボイン入れるじゃないですか。だから、チェックになるじゃないですか。でもこれ、チェカ、チェカってあのボインが入ってるんですね。チェックの K の後に。だから、チェカポイントになってるんですけど、日本語はチェックポイント。だから、 その母音を入れてしまうというところはここ共通してますよね。カメルーン英語でも日本語英語でも。うん、ここ面白くて。で、アメリカ英語ではもちろんそのチェックっていうふうにクって言わないんですよね。もう破裂さらすらさせない。K があるかないか分かんないぐらいチェックで止める。チェックでポイントですよね。ポイント。でも面白いのはカメルーン発音でこっちはチェカチェカってなってるのにポイントの方はポイントってオが入ってこないんですよね。ポイント。ポイント。 っていう,ふうにシーンでをちゃんと終わってるチェックポイントチェックポイントですねだからここではボインチェックの K にはボイン入ってポイントの T はボイン入らない、うん、っていう特徴がありますよねアメリカはどっちも聞こえない K も T も止めてるんで息をチェックポイントっていうふうに T も K もこうクッとかツッとかっていうふうに音破裂させてないチェックポイントチェックポイントっていうのは面白いですけど チェックアポイントだったらアメリカ英語でもチェックアポイント、チェックアポイントになりますよねっていう。だからここに母音が入ってないからチェックって言ってるのがアメリカ英語にしては面白いということになってます。はい。で、その次の割と最初のデとリはどっちもデリ、デリっていうふうにイっぽい感じで言ってますよね。デリ、デリ、デリ、デリ。で、R はさっきのパランテテの時みたいに ラリルルの音で言ってるんですねこれ。デリベリー。デリヴリー、リー、巻き舌っぽい感じで。デリ、デリヴリー、デリ,リーデリベリー。デリヴェリー、ラリルルのリで言ってます。それに対してアメリカは、デレヴリー。デリのところが、実はディーリーじゃなくて、日本語で言うと、アイウエいのエっぽい音で、デレヴェリデリヴリー。っていう風に言ってるんですよね。デレヴリー。 delivery。で、V のところは手話で、曖昧な感じで、delivery。で、最後だけ E って横に引く感じ。delivery。まあ、このデリバリーの単語、他の単語に比べると強烈な違いっていう感じでもないですけどね。また、R を巻き下になってますよね。r ロ,ロ、エ r エ,エロダイナミックス。アメリカは、エ r <ロ>最初の O の部分は二重文字なんですよね、ここ。なので、 アロエアロダイナミックス。クスで、ナミックスのアーの音。アップルのアーですね。あと、エの中間の音。エー。アロダイナミックス。アイロやダイナミックス。で、いや別に、カメルーンの発音もアイ、アイローとは言ってないんですけど、面白おかしくするために、とんでもない新しい発音が生まれてますけど、ここで。アイロー、アイローとは言ってないですよね。エロエロエローって言ってたんで、それをアイローになっちゃったっていうね。<laughs> ディセンダンスディセンダンスディセンダンスなんか面白いのは最後の「つ」が聞こえないっていうかディセンダンスになってるなっていうのとディセンダーってアーの音が入ってますけどディセンダンなんかすごいこれ日本語のアーに近いなっていうかディセンダンスディセンダンスっていうふうに日本語っぽいですねアーがだけどアメリカ英語ではここのダーの部分が手話と呼ばれる曖昧ボイに発音されるのでディセンダン ちょっと聞いてみるとディセンデンディセンデンディンディンって感じですね。ディセンンではなくてディンンって感じ。d ィセあとはアクセントの位置がディセンデンスって線の部分にあるのでそこが伸びてる感がありますよねアメリカ語てってめてってなってるんですけどカメルーンの方では ディセンダス割と日本語っぽいですねだからこれ父がねカメルーンで、えー、子供がアメリカということでまあ、ただこれちょっと逆だったらねちょっと成立してないかもしれないですよね父親がアメリカ発音で子供がカメルーン発音だった時ちょっとこう強いものが弱いものの発音をいじるみたいなちょっと構図になっちゃうとちょっと厳しいんでこういうふうにやっぱり父という強い立場の人がカメルーンというそのネイティブの発音ではない英語を喋ってるで子供という弱い立場の人がそのネイティブの の発音であるアメリカ英語を喋ってるっていうその構図がちょうどバランスが取れててまあ、うん、面白い感じになってるんでちょうどいいですよね、うん、バランス取れててすご面白かったということで今日はこの動画の発音を解説してみましたそれではまた明日会いましょうじゃあ